おはようございます。観音寺五郎です。今日はね、久しぶりですよ。船出してます。船おい。で、今日はね、青物のあと、稲田とかがね、最近入ってきてますので、おかっぱりからもね、結構釣れてるみたいですよ。ね、サワラも出てるみたいなんで、まあ、それ狙ってね、ちょっと船で来てます。今日はね、直樹ちゃん頑張ろうね。頑張りましょう。はい。今、なんか跳ねました。あ、跳ねた。あ、サワラじゃないねえ。で、今ね、うろうろしてるはずだから、これで、魚探の反応もね、多少あります。あ、結構ね、みんな待ってますね、これね、出るのをね。はい、ちょっとやってみたいと思います。今ね、すれ違った船にね、お声かけいただきました。なんか動画見てくれてるそうです。どうも目立つもんな、この船すぐわかるからお、今ね、直樹ちゃんから、ね、見つけたよ。結構ね、羽がありました。羽があったよ。どこだ今ね、バタバタバタっと ね、バタバタバタっとボイルしてましたよ。鳥いないんだけどね。さっきのところね、いろんなボートがね、10隻くらいいたんだけど、10艘ぐらい、みんなね、待ってる感じだったんだけど、いまいちね、ちょっと反応がね、ちょっと見切りつけて動きました。こういうところにね、溜まるんだよね。もうちょっと流しましょう。風持ってて、ゆっくり行きましょうか、ね、動きます。今後ろに見えるのは電波塔です。今電波塔の沖合です。なかなかね、浮かないね。ところどころね、ちょっと固まったね、反応は魚探に映ってるんですけど、難しいですね。ちょっともうちょっと岸寄りを攻めてみたいと思います。まだ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 ー。うわ、電波塔、ディズニーシー、電波塔すっげー人いっぱいいる。あ、すごいな。あ、すごい。それで、あ、乗船だ。ちょっとやってみましょうかね、ここら辺でね。回ってるはずだ。ちょっと一発一発をね、大事にいこう。もう去年使い込んでボロボロだよ、これ、ピンテールイージー 20g。 ちょっとちっちゃいんだよね。そこまで落とします。
うわすごいすごい、中層に反応。すげー見えるかな。サゴシチューン、ピンテールのサゴシチューンです。まあ去年ねお世話になったからね、今年も使っちゃうよ。電波塔の周りね、なんか船団みたいになってるよ。みんなじゃんじゃん集まってきてる。もう取り囲まれてる。やべえ、逃げよう。連れてんのかな。直樹ちゃんはね、結構ね当たってるからね。でもなんか腹筋しないって言ってるね。これ4、5回当たってんじゃないのか。ドア変えたらそうですが。ほら当たりに、最初1回あったね、1回あったけどね乗らなかったね。ちょっとね場所移動します。小移動。おーいいね、いいよいいよ、ここやろう。うわすげえいいですよ。ここイワシの反応バッチリ。何これ、何これ、何これ、これ全部ベイト、すげー、水深5メートル、わすげー、これ絶対入ってるよ。そこ取ってね、そこからね。なんですか、ヒット、やったやったやった、おめでとう。たもたもたも、ちょっと元に行くよ。おっ、ちょっかかっとるやん、引っかかっとる。あ、また引っかかった。何やってんだ。うわーやった、全然分からない。あ、おめでとう、おめでとう、おめでとう、やったー、イエー、信じて投げた甲斐があったね。うわすげー、取るよって言ったらね釣れたもんね。やったー、おめでとう。釣れなかったらね、俺下手くそよ。あ、いるいるいる、これ入ってる。ジグかな。
はい、今日の超過です。何センチですか？41。でもね、デコらなくてよかったよ。おめでとう。ありがとうございました。今日渋かったね、はい、ごめんなさい。リベンジします。あ、リベンジしましょう、はい、雨すごいよ。もうびちょびちょだよ。いや、なんかね、渋かったですね。まあ、でも固まってない。ちょっと潮回りもね、良くなかったんで、でまた行きましょう。お願いします、はい、じゃあもうびちょびちょですよ、びちょびちょ。片付けます。それじゃあまた。ありがとうございました。ありがとうございます。